お、左上のミニマップいいな。割と分かりやすくオブジェクトがね確認できるんです。スライムですかね。 OK。 お、スライムのだし汁かな。何ができるんでしょうね。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャーリングと言います。Nintendo Switch は滑るダウンロードタイトルを中心にほぼ一実況をしております。YouTube のチャンネル登録やニコニコのフォローなど、よければお願いいたします。じゃあ今日はですね、ファンタジー世界で酒場を経営する RPG、そんな作品をやってみたいと思います。マリニア国の冒険酒場、パティアと腹ペコの神、よろしくお願いいたします。で、まあ今も言ったんですけどね、この RPG の目的は酒場を経営することということで、流れとしてはですね、食材を集めて料理を作って、で、まあお店のメニューとして、まあそしたら人がたくさん集まってくるんで、まあたくさんお金を稼いで、まあそうやってね、借金を主人公してるらしいんですが、それを返していこう。まあそんなね、お話らしいです。といったまあ目的もありながら、釣りをしたりね、農場を作ったりとか、まあ、そういうスローライフ要素もありますので、まあ、まったり楽しめる作品かなと思いますね、印象としては。で、このゲーム確か夏ぐらいにね、スマホで最初に出まして、その後11月ぐらいかなにスイッチと PS4 で出まして、で、発売してからね、ちょうど今は撮影日から考えると1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、未だに結構 e ショップのランキングに10位から20位ぐらいにはもう結構ね、ずっといるかなって感じなので人気作かなと思います。そういったこともあって今日やってみたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。まあね、ちょっと最近スマブラばっかりやってまして、もうね、ちょっと、なんていうかね、白熱しまくってるんで、こういった落ち着いた作品もいいかななんて思っております。ダウンローディングです。はい。あの生き物なんだろうね。すごいな。マスコットキャラでしょうか。さあ、来ましたね。はい。初めから行きましょうか。さあ、来ました。お、ジーノですね。はい。これは確か主人公の弟かな。で、主人公がこの女の子ですね。今左に出てるパティア。うん。はいはいはい。というわけで、この人がロマノさんですね。パティアはお嬢さんらしいです。はい。に住めて何年になるんですか。120年嘘つけ。そんなわけないでしょ。うん、それも結構長いな。はい。うん、そうですね、パティアは120年って今の話信じてましたけど、さすがにあれはね冗談だと思いますが。はい。うん、ただ60年でもすごいね。60ってさ、20歳ぐらいから仕事始めたとしても、まあそれでも80だから、そう考えるととんでもないよね。うん。はい、というわけで、こういったね、まあちょっと昔の話とかもありながら、うん。ジーノちゃんか、はい。どれぐらい年離れてるんだろうね、ジーノとパティアは。では行きましょう。あら、何か壊してしまいましたね。うん。はい。お、なんだ。ローディング画面にいたマスコットキャラクター、白い生き物ですね。なんだろうね、これ。危険な生き物には確かに見えない。キューって鳴くんですね。はい。キュー、うん。少し元気がないようにです。どうしたのでしょうか。お、腹ペコかな。クッキーか。スンスン、うん。あ、美味しかったらしいですね。にっこりです。
主人公は料理が上手らしいですね。うん。さて、そんなことがありながら、ここはどこでしょうか。お、ついてきた。お、ジーノの腕に何か、あ、なんか怪我をしているというわけではなさそうですね。何かの模様のようにも見えますか。お、メイドがたくさん。みんな同じ顔だな。メイド長、うん。はい、サバーニ村長も昼食にご招待いたしますが、よろしいですかな。すごい広い部屋ですね。はい。じゃあ村長さんです。いい人そうですね。はい、はい、ククロ村の村長しておりますマッテオ・サバーニです。今日はお招きいただきありがとうございますと。おお、すごい。なんだ、何かよくわからないけど美味しそう。はい、お、やっぱり倒してはいけないものだったか。大切とかそういう問題ではないのです。本当に恐ろしい。お、マジか。突然ですが借金が降りかかるとでも判明した形になったのかな。父さんいなくなったか。うん、高級食材反対になって借金を返すので帰らないとのことで、はい。何を言ってるのか分からない。僕もです。お、ちょっと悪そうな人いましたね。グッサフ、はい、銀行の人間だ。はい、この屋敷は借金の方になって、夜今すぐ出て行ってもらおうか。差し押さえですかね、はい。せめてご飯食べたかったね。あとついてきてる白い生き物っていう、うん、なるほど。まあこれがね、石碑を倒した呪いだと。あ、喋ったハムスターか。まあ確かに何かに例えるのはハムスターだよね。ウサギか、ウサギか、まあ、そう言われるとウサギに見える感じ。おこじょね、うん、おこじょっぽいなと思いますね。なんかね、フライの支援のコッパみたいな感じだけど、でも何がモチーフかというと迷いますよね。はい、はい、動物ではないと。はい、ジーノが倒した石に封印されていた神様です。まあ神様といっても貧乏神、かわいいね。うん、やはり、うん、僕は100年前にこの地に封印された不幸の女神、うん、ングネシスの、はいはいはい、なるほどね。という、まあちょっとプロフィールはありますが、貧乏神だそうです。可愛いですね。でもね、すみません、僕のせいです。謙虚だな。うん、愛嬌を込めてココって呼んでもらうと嬉しいです。可愛い。ココのイントネーションはちょっと、まあいろいろとね、説があると思いますが、はい。うん、取り付いてるのは食べてもらえませんかね。ああ、それができないんですよ、うん、お、ジーノさんと契約しちゃいましたからね。そうなんだ。というわけで、まあこういったことも含めて、そうね、道端の動物とかに食べ物をあげたちゃいけないんですね、やっぱり。うん、
契約は簡単には外せない、うん、で早速ですが、まあね、お店も潰れてしまったと。美味しいものをたくさん作って差し上げれば力弱まるのということでしょうか、うん、おー、魚類なんてとても、うん、いやすいませんよ本当、うん、この前に潰れた酒場がありますよ。誰も後を継ぐ人がいない酒場です、うん、そこなら住んでいただいて問題ないですよ。いい村長ですね。ここか、うん、結構立派だな。わあ、めったくただな。このアクチで行くより皆さんの役に立つ方がこの酒場嬉しいでしょう。これさ、名前なんて読むんだろうね。銀のサジって書いているんだよね。ちょっとお待ちください。はい、お待たせしました。おそらく銀サジ亭でしょうかね。まあそこが繁盛店だったんですけど潰れましたというところで、まあ続きですね。すぐ有名店になりますよ。銀サジ亭はすごい美味しくて有名だったらしいですね。まあ繁盛もしてたってことで、うん、先代の旦那様、うん、なるほどね。経営というか酒場経営で本当にうまくいった、そういった家系なのかな。うん、私にできますでしょうか。大変申し訳ないのですが、酒場反対です。ついている気満々ですか。行きづらい。大変ですね、貧乏神は。道具を揃え、食材を仕入れてきてください。うん、この前に商店はありますか。ガスコ商店か。ガストみたいだね。ガストは別に商店でもないけど、はいはい。お金とお買い物のメモです。メモか、お使いですね。ここに水か、はい、食材水かける10。はい、お掃除に使ってということで水をね渡しました。水か、水はあそこから井戸ですかね、汲めるんですね。食材水かける8を渡した。はい、さあ操作説明になりました。チュートリアルですね。フィールドの移動は方向ボタン L スティックで行います。うん。ポイントアイコンがアクティブになります。こんな感じですね。うん。青いポイントアイコンはフィールドの出口、ワールドマップへの移動ポイントです。まずはガスコ商店まで吉中に入りましょう。OK。はい。というわけで、ゲーム始まりましたね。ここまで約10分余りかな。ちょっとシステムの方を見まして、メッセージ速度をちょっと速くします。振動はオンにしておきますね。あとは大丈夫かな。英語も選べるんだね。BGM 戻して、変更して、やっぱり RPG ですから、メニュー画面はこんな感じですね。食べるっていうのがあるんだ。食べるものはないと。OK、まあ、チュートリアルですね。普通に進めましょうかと言いつつ、村人にお話しかける。のんびりおじさん。はい。いろんなおじさんがいるんですかね。警備員なんだ。
のんびりしている割にはちゃんと働いてるんだね。うん。というわけでここでいいのかな、行きましょう。あらかわいい店員の女、いらっしゃいませ。うん、あんまり見ない顔ねと。はい、パティアド言います。はい、若い男ダンテ。というわけで今までのいきさつを話しまして、若い男、うん、よかったな。リッカー、リッカーは女の人だね。うん、親父、うん、あ、村長の息子なんだ。全然似てないな。はい、その服は結構夏場とか暑そうだなっていうのは、まあ、いろんな RPG のキャラクターに思うことではあるんですが、うん、村長の息子さんです。はい、赤い髪の方はリッカー、このガスコ商店の一人娘だ。パティアは礼儀正しいですね。まあお嬢さんですからね。はい、お、これがメモなんですが、なんだろうな。包丁とお野菜、調味料ね。なんか狭そうだけど何でも揃ってるんですね。はい、でも借金があるなら節約しなきゃダメねと。どれぐらい借金あるんだろうね。うん、おー、ペコラ草原に最初に行ってもいいよねと。魔物が出るんですかと。うん、お、なんなら今からちょっと行ってみると。リッカとなんて幼馴染か、それ以上。うん、じゃあ草原に参りましょう。南の門から行きましょう。はい、エリア、ペコラ草原に行けるようになった。さあ RPG ですね。仲間増えてる。あ、いるね。こんな感じでたまに来るのか。あれはレベルの横のやつは胃袋マークですかね。まあまあちょっと気になるところありながら行きます。ワールドマップに行きますか。はい、お、壮大な音楽。ワールドマップを経由しますと。このような画面になります。ダンジョンにあります。うん。村との場合、村に行くとの部分になります。うん。ハードモードは一定条件で解放されます。はい。おー、探索スキップ権を入手すると探索スキップが可能になります。うんうんうん。まあ、時短要素みたいなのですね。1日に1度しか行えません。一度行動したら酒場へ戻り時間を進みましょう。では参りましょうか。ここはね、近くの草原です。うん、おー、家畜がのんびり過ごしている。すごいですね。じゃあ行きます。わー、風の気持ち良いところですね。うん、お、曲がいいですね。アコースティックギターが、アコースティックかな、ナイロン弦かもしれないけど。はい、村の子供は小麦や野菜を集めて帰ると。うん、子供でも入れるぐらいのんびりした場所なんですね。うん、はい、ダンジョンですね。うん、採取ポイントかな、食材があるところですね。最初の人は1日1回だけ調べることができ、家や移動では欠かしません。もう季節によって揃える食材が違う、旬のものを味わえるわけですね。うん、戦闘か。もうこのなんかバトルの感じ、前衛後衛とかさ、ごめんね、本当に個人的なお話で申し訳ないんですけど、マジカルバケーションみたいだな。なんかちょっとワクワクしてしまった。行きましょうか。はい、HP と MP、HP 表示で表示されます。
戦闘はこうやって行動順か、行動順はこうやって決まるのか。うん、攻撃ですね。スキル鉛筆を消費して魔法や技アイテム Y ですね。防御 X、 逃げる、オートセントもあります。全員攻撃ガンガン行こうぜですね。はい、オートですね。行動か、まあスキルも使う行動ですね。こうですね。お、なるほど、倍速、高速化もあると。倍速ではないです、 1.5 倍速ですね。異常状態、丁寧に説明してくれますね。うん、沈黙、麻痺、即死、戦闘不能となります。はい、まあ定番の RPG かなとは思いますね。こういった良さ、敵カテゴリー、おー、魔人、魔法生物、真珠、飛行、水星、不死、うん、アンデとか、うん、甲殻類、うん、はい、では参りましょう。 Y の回復って何だろう。まあいいや、これ大根かな。あ、違う、全然違えや。豆とかコーンとかが取れました。光ってますね、モンハンみたい。はい、ライス、へえ、宝箱だ、開けましょう。ててててててん、ヒールボトル S ですね。回復薬かな、これ何だろう。ブドウ、オレンジ、梅、なんかね、いろいろ取れるんですね。敵は今のところいない。お、OK。初戦闘ですね。じゃあ、まずは、ダンテから、攻撃しましょうか。じゃあ、まあ、普通に。次は、カディアか。うん。痛い。まあ、当然ですが、ダンテは攻撃力強いですね。うん、お肉も手に入りましたね。せっかくだからたくさん持って帰ろうか。お、左上のミニマップいいな。割と分かりやすくオブジェクトがね、確認できるんです。スライムですかね。 OK。お、スライムの出し汁かな。何ができるんでしょうね。開けまーす。マナボトル S。 はい、最終ポイントはこんなもんか。すみません、これはワールドマップか。はい、バードか。どうしようかな。ちょっと強そう、ウィンドカッター、うん、足早いのでさっさと出しましょうか。OK。大丈夫だね。溶かす。まあ、今は序盤なので A を押してるだけでも大丈夫ですね。切り落としを覚えた。移動です。調理ですね。調理をすることができます。うん、お、オリジナルメニュー、はい、レシピ調理。これでいかが。あー、失敗した。マジか、厳しいな世界は。3匹の続3匹の子豚か。お、なるほど、リメイクブームかな、続編ですね。はい、すごいな。これってさ、バッドエンドだよね、きっと。3匹の子豚、食材になりましたね、これ。おー、なるほどね。